渋沢栄一は幕末の偉人をどう評価したの？2021年 NHK 大河ドラマの主役でもある渋沢栄一、尊王攘夷の志士でもあった彼ですが、志士としての活動は全く有名ではなく、むしろ早期に挫折して明治後の経済人としての働きが超有名な人物です。しかし渋沢は明治初期には明治政府の役人として幕末の偉人と関係を持ち、経済人の視点から様々な感想を述べていました。今回はそんな渋沢栄一の幕末の偉人評を紹介しましょう。大久保利通は財政音痴。渋沢栄一は大久保利通とは大喧嘩して大蔵省を飛び出すことになります。明治3年、大蔵卿だった大久保利通は大蔵大丞の渋沢栄一を呼び出し、陸軍の予算を800万円、海軍の予算を250万円とした政府の決議を大蔵省としては受けるつもりだがどうかと尋ねました。この家紋は形式上のもので、大久保はすでに内心では決定事項と考えていましたが、渋沢は大久保の思考は理解しつつも明確に反対を唱えます。理由は単純で、当時は明治政府が樹立されたばかりで、全国からどれだけ税金が集まるかわからない状態でした。それで歳入を歳出が上回れば国家運営が難しくなるので、歳入がはっきりしてから予算を配分しましょうと当たり前のことを答えたのです。しかしこれに対し大久保利通は珍しく顔色を変えて激怒。渋沢は我が国の陸海軍がどうなっても構わんというのかと詰問しました。このずれた詰問により、渋沢は大久保が財政を理解していない財政音痴だと確信し、その下で働くことに不安を覚えたそうです。もっとも財政以外については腹の底が少しも見えない人で嫌いではあったものの、優れた見識を持つ人物であると認めていました。大隈重信はフランクなおしゃべり。大隈重信は維新後に静岡藩で商法会所を設立して実業家として活動していた渋沢栄一に声をかけ、民部省に出資させた人物です。この時渋沢は国の仕事は経験がないので無理ですと断りますが、大隈は不安は当然だ、誰も経験がないんだ、未経験者同士仲良くやろうぜ、このようにまくし立て、言い逃れができないように丸め込んでしまうなど、渋沢より一枚上手でした。民部省では渋沢は度量衡の統一や国立銀行条例などを制定していますが、そんな渋沢の大隈重信についての評価は堅苦しい人かと思って会えば、案外に砕けた人であり、君も書生、私も書生で生涯勉強の身なのだから気楽な書生付き合いをしようと言い、少しの隔たりもなく愉快な心持ちを覚えたと語っています。一方で大隈が非常におしゃべりであり、人の話を聞くより人に話を聞かせる人であったことに呆れていて、大隈のところに行くときには大隈が口を開くより前に、お話の前にこれだけは言わせてください、あなたのお話はそれから聞きますと釘を刺し、必ず要件を述べてから大隈の話に付き合ったことも記録していました。また大隈は人の話を聞かないのに人が何を言ったかはよく覚えていると皮肉を込めて書いています。西郷隆盛は厳しさと優しさが同居した人。渋沢栄一が西郷隆盛と会ったのは、彼がまだ攘夷の志士だった文久2年1862年です。その頃西郷は京都相国寺の一角を借りて薩摩藩邸を建て、そこに渋沢が訪ねました。この時代、攘夷志士の中で有名人を訪ねて時勢を論じるのが流行していて、渋沢もミーハー精神で西郷に会ってみようと面白半分で薩摩藩邸を訪ねるのですが、西郷は快く会い、攘夷や藩政改革や幕政整理を語り合い、大いに得るところがあったと書いています。また西郷は渋沢が食い詰めて攘夷志士の真似事をしているのではなく、生活手段を持ってその上で志士活動をしているのは立派であると褒め、今後も遊びに来るように言われ、時には豚鍋を一緒に食べたそうです。当時は猫も杓子も攘夷だったので、志もないのに攘夷志士を気取り、商家から軍資金と称してお金を巻き上げるエセ志士が大勢いて、西郷は苦々しい思いをしていましたが、渋沢がそういうエセではないことを知って西郷は好感を持ったようですね。そんな西郷についての渋沢の印象は、普段は柔和で愛嬌のある好人物だが、一度何かを決すると正反対で厳しい威厳のある態度になる恩意備わった人物であり、権威を超越し、バカにされても気づかず褒められても何とも思わないので、一見すると権威さえ定かではない大人物と評しています。
木戸孝允は細かい点まで気を配る人物。渋沢栄一は明治4年大蔵省に在籍している頃に木戸孝允に会っています。正確に言うと木戸孝允が湯島天神に住んでいた渋沢に会いに来たのです。当時の木戸は参議であり、渋沢が会いに行くことはあれど逆は考えられない高位の人物。渋沢は何事だろうと恐縮しながら木戸の前に出て行きました。木戸の要件は大蔵省にいる江端という男を太政官に採用したいが、学識については申し分がないことが分かった。だが人柄についてはよく分からないので、同僚である渋沢の忌憚のない意見を聞きたいというものです。渋沢はお安い御用と江端について知っていることをすべて話しますが、下級管理の登用についても細かく神経を使い、不足がないようにする木戸の態度に感心しています。維新の三傑では小粒と言われ、大久保と西郷という強い個性に挟まれた木戸は調整役として両者の決定の隙間部分にも注意深く目を向けていたわけです。江藤新平は物知りだが自己中。司法業の江藤新平と大蔵省の渋沢栄一では司法省の予算配分をめぐり激しく喧嘩した間柄で、そのこともあり江藤についての評価は極めて辛いものになっています。江藤さんは何でもよく知っていて、私もその博識には終始驚かされたものだ。しかし江藤さんは法律を学んだだけで礼を知らないから、自分がどれだけ他人に迷惑をかけようと無頓着であった。その上、何が何でも自分の意見を通そうとして300理屈を並べたりしたものだから、佐賀の乱のような末路をたどられたんじゃなかろうか。この中で渋沢は世の中に多い学問はあっても礼儀を知らないで周囲に迷惑をかける経営者や政治家が多いことを嘆いていますが、渋沢にとっては江藤もそのような頭は良いけど礼儀を知らない人の一人だったようです。日本白いた川嘘の独り言。以上、渋沢栄一の目から見た幕末から明治の偉人の評価を紹介しました。経済人の渋沢から見ると、大久保利通が財政音痴だったり、木戸孝允が綿密に人材配置を考える慎重な人物だったり、大隈重信に上手を取られて丸め込まれたり、いろいろなことが分かり興味深いですね。大久保というと金銭に淡泊で、自分名義で国のために金を借り、死後借金を残したことが美談にされますが、渋沢から見ればそれも財政音痴ゆえの失敗と映るのでしょうか。